もっと下手なやつ連れてきてよ。そこのブレーキングを持ってしたよね、さっきね。でさっきあのこのコーナーもね、ここ結構難しいですよね。感無量でしたね。何がどこが2人目の相談者の学生さんは福田さんですね、はい、立教大学、はい、立教大学2年の福田正忠です。よろしくお願いします。おいいすごい滑舌いいです ね、 すごいですね。アナウンサーっぽい声、ね、かっこいいですね。本当にそうですよ、うん。自分の車がこれ FF のインテグラで、うんうん、部の車もポロ GTI って言って、うん、これもやっぱり FF の車なんですけど、GTI や素早く旋回するための陽モーメントの捉え方、うん、それから出し方、うん、しまい方っていうのを教えてほしいです。なるほどね、結構高度なことを要求してくる ね高度でしたか。質問がすごいちゃんとしてましたね今なんか、うん、土屋さん、はい、今の彼の質問なんですけども、もう少し分かりやすく言うとちょっと教えてください。いや高度ですよ。 FF とか4駆とかって、はい、フロントでダを切ってフロントで駆動かけるでしょ。そのアンダーを消して曲げたいっていうことでしょ、うん、すごいっす。だからそこで陽が発生するの、陽モーメントって言って切ったら普通 FF4 駆ってアンダーが出てくるのね、曲がんない曲がんない、はい、うん、で FR だとかミッドシップだと後ろを軸にしてこう振り子のようにサイド引いたりしてドリフトしてさ、うん、できるんだけど FF はそれができない、はい、だから我々がねその JTCC っていうレースやってた頃ね、うん、全日本ツーリングカー選手権、フロントはハイグリップタイヤ、リアに細くて滑りやすいコンパウンドのタイヤを入れてた、はい、っていうので割とアンダーを消してたね。あとはもう FF の進入でアンダーが出たらもうサイドでこう調整しながらコーナリングして脱出方向に向きそうな時にアクセルドーンと入れる。だからフロントタイヤをいたわりながら後ろを動かしてあげるっていう運転だよね。まあでも実際走ってもらってですね、そうそうそう、ちょっとね土屋さんにチェックしてもらいましょう。そうですね、どんな運転してんのかね、はい、はい、フロントがまあそこそこハイブリッドタイヤ、うん、リアが普通のクソタイヤ、あーなるほど、だからアンダーを消すセッティングになってるよね、うんが入ってるね、今の突っ込みはいいですよね、あれもなかなか素人じゃないね。ああそうですか、うん、あんな突っ込み素人ができない。なるほどなるほど、なかなかなる、なるてますか。ここのヘアピンの突っ込みのブレーキがうまい、イムドですね。そうそうそう、あれ強く踏んで早めに離すってことですか。いや、曲がるところまでをブレーキングポイントとして捉えていた。これもこのブレーキングはいいよね。ちょっと近いとか、まあ今のはやりすぎだよね。かなりお尻振るセッティングにしてある感じしますね。あとやっぱあとね、土屋さんが見てるっていうね、あ、まあ、そりゃ そこの緊張感みたいなのもあると思うよ。いや、あれはケチ出る、あのタイヤは、リアはね、あ、なんかさっきのクソタイヤですね。そう、リアはクソタイヤですね。どうでした、走り慣れてる、慣れてますか。走り慣れてる、はい、アンダーを消すセットアップになってるよね、あの、うん、足回りとタイヤが、うん、やっぱこう今のヘアピンのブレーキングでも、はい、ケツ流して入ってくるっていうのを普段からやってんだろうね、うん、いや上手だよ、うん、うまいですか。かなり上級者並みだよレベル、やっぱね。じゃあちょっと早速ね、土屋さん、レベル的にはこれはうまい方に入るよ。お願いします。はい、はい、仕事たくさん使えたんですね。
3分の1ぐらいしかない。じゃあ福田さん、はい、どうですか、実際土田さんの乗ってもらって感無量でしたね何がどこが、まあ、何がもうちっちゃい頃からあのいろんなものでずっと見てたドリキンが自分のあのクソボロいインテグラに乗っててでそれでもうやっぱり自分と同じようにリアを出す動きはしてるんですけど、うん、そのブレーキを踏んで止まる、うん、ハンドルを切って横の用を出す、うんでそれでアクセルを踏んで今度は立ち上がりの姿勢を作ってまた踏んでもう一回綺麗に立ち上がるっていうその一連の動きが自分は別々にスパンスパンってやってたものをもう土屋さんはあのそれぞれ一連の流れをとにかくスムーズにできていた気がしました。何が一番違うか分かる？何かあの分かんないか西田分かんないです。滑った後ケツを流すでしょ。これ多分フロントもリアもハイグリップにしても多分ケツが出るセットアップなんだよ。で滑った後福田君はアクセル待ってんの。だからトルクバンドから V テックから外れちゃってんの。俺の場合は滑り出したらラッキーってアクセル入れてんの。だからボトムスピードもうボトムの回転数が福田君は滑ってカウンター当てる間にもう下がってっちゃう。もうそこでアクセルビビって抜いちゃうから、うん、そうそうそう俺は向きが変わったと同時にラッキーってアクセル入れてんの。だからそこが滑った後の立ち上がりに対しての最低回転数が違う。なるほど。今それを今度も土屋さんからアドバイスを受けた後実際問題としてできるもんなんですか？そういうなんかあでもこのくらいの運転技術があったら、うん、さっきのね、うん、走るの見たらもう上級者並みの FF の扱い方してるから、うん、あじゃあこれはもう練習したらすぐできるなって感じ。わかりましたか？精進します。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたテリーさん、土屋さん、はい、どうでした今日学生さんのこういうね、あのね、学生のくせにつっちゃ悪いんだけど、うん、うまいよ、二人とも。あの、FR は FR で親父の車だって言ってたけど、うん、ちゃんと FR の乗り方してるしね。あなるほど。で、あのインテールの方、うんあれはかなり走り込んでるよ。あれ勉強しねえで車ばっかり乗ってるねだからまあ2人とも今回は、うんまあ、大学生ですけども上級者に入りますよ、うん、あすごい、はい、これすごいいい言葉もらいましたよね。もうこれからね、そうですよ、ね、続けてほしいと思いますよ、ね、だからもっと下手なやつ番組で連れてこないと教えようがないんだよ本当にうまいんだもん2人とも。もっと下手なやつ連れてきてよ改造車買取専門店改造車買取本舗高価査定カスタムパーツ大歓迎お手軽スマホ査定なら最短5分改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技カスタムチューニング新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。